日本は航空優勢を図るため開発中の次期ステルス戦闘機と同時進行で、無人戦闘機開発も実行すると自民国防部会で発表したね。日本は土地柄、航空優勢を図るのは必須だと言えるもんね。中国っていう最大の仮想敵国も存在しているから、軍事面を充実させることが急務だね。そうだね。さて今回は、防衛省航空自衛隊が進める F2 戦闘機の代替機計画、これに連携する無人機開発も発表したことについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この無人戦闘機の最高スピード 10G という驚異的な異次元の速さを聞いて驚愕を隠せなかったよ。日本でも無人戦闘機技術が開発され、こんな技術があったというのを世間であまり知られていないんだ。それもそのはず。与党自民党の国防部会安全保障調査会合同会議の席上で、防衛省が2035年をめどに現在の F2 戦闘機の代替機と連動する無人航空機の開発を行うことを発表。ちなみに F2 は F1 の後継として開発された航空自衛隊の戦闘機であるのだけど、1995年に初飛行を行い、2000年から部隊配備を開始しているよ。公式ではないけど、軍事関係者や航空機ファンからは平成の冷戦や、ビーパーゼロなどという愛称で呼ばれているね。この航空自衛隊が運用することになる無人航空機の開発に関しては、2022年度防衛予算に初期費用を計上して本格化される見込みとされ、これと並行して運用方針や仮想敵国の状況等も鑑みての開発方針が決定するよ。計画の進め方としては無人航空機の実寸大のモックアップなどを当初作成、その後、実証機のテストでの飛行結果などを得ながら進められていくというのが防衛省のやり方だね。そして次世代戦闘機計画で生み出される機体が今回の無人航空機を完成する方向というわけだね。無人航空機といえば正確には遠隔操作方式と完全自律型方式が思い浮かぶが、現在開発中のものが後者の運用方法を想定したものだと言えるだろうな。ただし世界的観点で見ればアメリカなどではすでに第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2などによる随伴無人機の研究が進んでおり、相変わらず日本の取り組みの遅れ感が拭えないように感じるぜ。防衛省が一般公表している令和2年11月14日付の次期戦闘機開発についてと題した資料の中では、F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機を日本における航空優勢確保の要と表現しており、ますます期待が高まったよ。次期戦闘機に求める3要素って具体的にはどんなものなんだろう？まずは、兵装面も含めた高ステルス性。次に質で量に対抗する大容量高度な遊軍艦の情報連携、そして高機能なレーダーセンサ類だね。この領域3つの具現化を打ち出しているってところだな。本題とは少し脱線してしまうけど、同資料の中で西側各国の、現在の戦闘機の開発機体単価等が算出する基準によって変化するため、一概に算出は困難としながらも一応の目安として提示されていることもわかったよ。その資料によると、第4世代戦闘機である現行の F2 戦闘機の開発費が3600億円単価112億円で、同様にユーロファイタータイフーンの開発費が 2.3 兆円単価113億円と記載されているね。そして第6世代戦闘機である F22 ラプターの開発費は 2.3 兆円単価210億円であり、同様に F35 ライトニング2の開発費は 6.1 兆円単価110億円だと指摘されており、F35 ライトニング2の高騰が目についてしまい野党からの反対意見が出るのも納得がいくというものだよ。すでに次期戦闘機の開発には約5兆円が必要と予算要求をしているが、メディア等への報道により国民に拡散してしまい、日本で最大90機前後の生産数で終了する動機への大きな懸念材料にもなっているぜ。防衛省側も国民の批判へ対策をするため、今回三菱重工業を主契約者とする集約化、部位によって海外からの調達を検討するなど、アメリカやイギリス企業との協調を否定しない態度を示しているね。具体的な業務提携先として名前が挙がっているアメリカのロッキード・マーチン社や、イギリスの BAE システムズ社などとの協調がここからも伺えるけど、日本は自国での主導を諦めないという強い姿勢を示しているよ。さらに次期戦闘機開発についての資料では当然無人機に言及した記述もあり、技術的な人工知能の進化と操縦者等の人的損耗防止の観点から見ても、その開発は世界的にもベーシックな傾向であると指摘しているんだ。ただし、これによって得られる人的省力化に関しては、2030年代における即時的な戦闘機の登場者不足の意味をなさないと言われており、
有人戦闘搭乗者の確保にすぐに問題が発生する事態になるとは直結しないぜ。しかも定型的な運用で対応が可能と見込まれる偵察や空対地攻撃といった分野では無人機の導入は比較的簡単と想像しつつ、飛来する敵機に対する即応性は有人機に劣ると指摘されていることが分かったな。この事柄を踏まえて防衛省では、有人戦闘機に随伴しその任務を支援する遠隔操作型の無人航空機の開発を行うと明記し直して、令和3年度の概算要求からその開発予算を計上したんだ。その一方で軍事最先端のアメリカはスカイボーグ計画として、有人戦闘機と安価な無人機との連携を4社で研究しており、これに向けて複数の無人機製造企業と試作機の製造に着手しており、映画のような未来戦争でも起こすのかと疑ってしまうね。4社ってどこなの？この4社とはボーイング社、ゼネラルアトミックス社、ノースロップグラマン社、クラトス社のことであり、さらにこれに加えてイギリスの BAE システムズ社の参加も記述されており、また無人の大量破壊兵器が作られていくだろうね。有名どころが一堂に会しているね。これらの中ではクラトス社の X958A バルキリーや、ボーイング社がオーストラリアと共同開発しているロイヤルウィングマンが最も有名だけど、両機とも自立飛行型の無人戦闘機であり人工知能を有しているんだ。人工知能を搭載しているの？なんだか一気に SF っぽくなってきたな。しかも本体1機で約2から3億円の値段となっているから、100億以上する有人戦闘機と比較すると確実に安価で購入できるってわけ。当然パイロットの人件費も減らすことができるので各国の導入は増えていくばかりだと思われるよ。防衛省の次期戦闘機開発についての資料で飛来する敵機への即応性に疑問を投げかけられていた無人戦闘機であるわけだが、これらの続報に日本がどのように反応するのかにも注目していきたいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。Thank you。片付けない。ありがとう。Thank 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 you。片付けない。そういえば、鹿児島県の馬毛島に訓練施設ができるって話だったがどうなってるんだ？基地や訓練施設ができるのはあんまり、歓迎されないみたいだから進んでないんじゃないのかな。確かに他の県の前例を見ても基地や訓練施設が、設置されるのは地域住民などの反対で話がなかなか進まないよね。でも、馬毛島の訓練施設に関しては、ちょっと今までとは違うみたいなんだよね。馬毛島は、鹿児島県種子島の西方12キロの東シナ海海上に位置している小さな島で、面積は820平方メートル、周囲 16.5 キロの小さな島なんだけど、急にこの小さな島が話題に上がるようになってきたよね。その原因は日本とアメリカの日米安保条約に関連した施設整備計画が持ち上がったからなんだ。今回はその馬毛島と日米安保の関連性、中国の反応などを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。馬毛島が注目を集めたのは平成19年に硫黄島に変わる、当時の種子島、屋久島一市三町は議会で反対決議を行うなどして、地域としては受け入れを容認できない姿勢を示していたんだけど、その後も沖縄の普天間基地の移設候補地として検討されるなど、馬毛島は日本とアメリカの防衛基地としてその度に注目されてきたんだ。まあ、当然すんなりとは受け入れてもらえないよな。やっぱり地元に軍事施設ができるのはいい気がしないもんな。今でも基地がある周辺の地域では事故や事件も起きてるもんね。できれば地元には基地は作らないでほしい。
が正直な気持ちだね。この話が持ち上がったのが、まだ平成時代のことだからね。地方自治体や地域住民が反対するのも無理はないよ。なんせ戦争を経験した人たちがまだまだ多い時代だからね。基地ができると、その地域が真っ先に攻撃を受ける可能性があるという、一部の人たちの主張にも説得力があったからね。そして何よりも当時と今の違うところは中国の動きだよ。当時から中国は尖閣諸島の領有権を主張していたんだけど、今ほど領海侵犯を当たり前のように犯し、大胆な挑発行為を行っていなかった。だから当時は、基地を作ることで隣国を刺激し、軍が攻めてくるかもしれないという考えがあったみたいなんだよね。でも、今となっては違うよな。中国が当たり前のように日本の領海を犯してくる時代だもんな。逆に基地がある方が抑止力になると思うぞ。うん。そうなんだよ。2022年に入り当時反対運動を行っていた地方自治体や地域住民が、その麻薬の行動を取るようになってきたみたいなんだよ。2021年頃から、馬毛島への訓練施設誘致を早く進めてほしいと、賛成決議を行うようになったそうなんだ。地方自治体や地域の人たちが中国の脅威を真剣に考え出したってことだろうね。皆がよく見るテレビの報道などでは、未だに反対意見が多いように取り上げられているけど、実はその麻薬で、地域住民は賛成派が多いということらしいんだよね。住民は、現実的に考えてやはり最近の中国の大胆な動きに脅威を感じてるんだろう。これは、ちょっと深掘りしすぎかもしれないが、一部の政治家や他の地域からいきなり現れ反対運動を先導している人たちがいるようなんだ。地域住民のふりをして、反対運動を行う活動家みたいな人たちだ。これは沖縄の普天間基地の反対運動でも同じような人たちがいたようだね。一部の政治家や一部の国民の中には日本の国土を守るのではなく、売ろうとするような人たちがいるってことなんだよね。アメリカと日本の軍事基地を作られて困る人たちか、中国寄りの思想を持った人ということだな。2022年2月には、鹿児島県種子島にある中種町の町長が、九州防衛局種子島連絡所を訪れ、馬毛島の自衛隊施設の早期推進を求める要望書を岸信夫防衛省宛てに提出したんだ。同日、同じく種子島にある南種町の町長も、同連絡所を訪れて早期推進を促す要望書を提出。これで種子島にある3つの自治体のうち2つが足並みを揃え、自衛隊施設の整備推進を訴える行動に出たんだ。なんで2つの自治体が足並み揃えて行動を起こしたんだろうね。それは、馬毛島は西之表市の行政区域であることから、是非を発言する立場にないとして明言を避けていた領長だったんだけど、西之表市議会が計画に賛意示す意見提出を可決したにもかかわらず現職の矢板市長が反対の姿勢を崩さないために、それに業を煮やした領長が行動に出たんだと思うよ。三つの自治体のうち二つは賛成してるんだろ。西之表市の市長はどう動くか今後見ものだな。そうだね。西之表市が今後どのようなリアクションを取るのか非常に気になるね。西之表市は市議会による設備賛成の決議を無視したまま、八板市長が反対の姿勢を崩さない状況が続いていて住民も二分されている状況になっていると言われてるんだ。朝日新聞社出身の八板市長はどう考えているのか？反対意見が住民の総意とは言えない状況で、どう動くんだろうね。うん？あの新聞社出身なのか。ちょっと察した。え、何が？どういうこと？今はまだ知らなくてもいいよ。それでもね、さすがに二丁の動きに焦りを感じたんだろうね。八板市長は苦し紛れの行動に出たようなんだよ。西之表市内にあるとされる40の団体に整備の是非を問うヒアリングを行うと発表したんだ。なんで今さらヒアリングなん？ヒアリングによって住民の意見を聞き、意見を集約して公表するということなんだけどね。はぁ？なんで今さらヒアリングなんだよ。自分の都合が悪くなったら住民に丸投げかよ。自分の意見はどうなんだよな。二つの小さな自治体としては自衛隊設備誘致に踏み切った大きな理由があるんだよね。それはやっぱり財源なんだ。国は防衛施設などを設置した自治体に対して交付金の名目で資金援助を行うことから、自治体としては財源が得られて独自の政策を行えるというメリットが大きいんだよね。やっぱりお金は大事だもんね。背に腹は変えられないからさ。うん。仮に自衛隊施設が馬毛島に誘致されたとするだろ。それに伴って交付される交付金や補助金は4つか5つの名目で交付され、億単位のお金が国から支給されるんだよ。それだけじゃないよ。自衛隊施設ができれば、自衛隊員がそこに住むことになるよね。馬毛島に自衛隊の宿舎や寮などが建設されればそこで働く人が増え、税収も期待できる。
もちろんいろいろな施設ができればそれに対する固定資産税もあるよね。税収が乏しい小さな自治体にとっては、国からの補助金、交付金、所得税、固定資産税などの税収だけで自治体はかなり潤うことになるよね。そうだよな。基地ができればその家族も一緒に来るだろうし、若い世代も増えてお金も使ってもらえる。地元の商店も潤うことになるもんな。そうだよね。基地を作ろうと思えば建設の段階から、作業を行う人たちが滞在することになるもんね。その期間も考えれば経済効果は計り知れないね。そうだよね。これらのこともあって西の表市では賛成派の市議会議員や、団体からもこのままじゃ西の表市だけが置いていかれる、と危機感を訴える声が上がっていて、今からでも賛成に切り替えて西の表市にも自衛隊施設を誘致すべきとの意見が出始めていて、そろそろ西の表市も方向転換を余儀なくされてる状況なんだよね。あとは矢板市長がどう動くか。ってところだな。日本の防衛にとって馬毛島に自衛隊施設を建設することは重要なことなんだ。護衛艦出雲、加賀の軽空母化に伴い、艦載機の訓練場所を確保しなくてはならない。アメリカ海軍の空母艦載機の訓練場所として活用することで、中国へのプレッシャーを与えることにもなり、抑止力にもなる。訓練施設とは言いつつも当然有事になれば基地として運用されることだろうから、尖閣諸島にわずか5分ほどで到着できる位置に基地があることで、沖縄を叩きたいと思っている中国にとっては大きな障害になる。今のままだと尖閣諸島周辺は中国のやりたい放題。中国にプレッシャーをかけ続けるために馬毛島に、施設を早急に建設する必要があると思うんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はい。雑学の時間だよ。さあ、今日はヘリポートについてお話しするね。ヘリポートに書かれているマークには H マークや R マークの2種類があるのを知ってた？この H マークや R マークにはどのような意味があるのか、どのような違いがあるのか、解説するね。まずは H マークなんだけど、これはヘリポートの頭文字から取ったものなんだ。H マークが書かれているヘリポートでは、許可申請を受けたヘリコプターが離着陸することができるんだ。ただ、H マークが書かれたヘリポートについては、どこにでも設置できるってわけじゃないんだよ。ヘリコプターが離着陸する際にかかる重量や負荷に耐えられる場所にのみ、H マークのヘリポートを設置することができるんだ。さらに、安全に離着陸ができるように、ヘリポートの周囲にヘリコプターの飛行を阻害するようなものがある場合は、ヘリポートの設置はできないんだ。そのため、H マークのヘリポートは離着陸の負荷に耐えられる地面で、何もない開けた平地の真ん中などに設置されているんだよね。次に R マークの意味を説明するね。R マークは、実はヘリコプターが離着陸することができないんだ。そのため、R マークはヘリポートによく似ているけど、ヘリポートではないんだよ。R マークはレスキューの頭文字を取ったものであり、緊急救助スペースという意味なんだ。ヘリポートではなく、あくまでも緊急時の救助スペースであることから、ヘリコプターは R マークの上でホバリングしながら救助することになるんだ。R マークはヘリコプターの離着陸に耐えられないビルの屋上などでよく見かけるよね。ヘリコプターが救助に来たのに、離着陸の際に建物が崩れたりすると、二次災害が起きる可能性があるからね。この2種類のマークの意味から、最大の違いはヘリコプターが離着陸可能かどうかってことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。日本は憲法によって、攻撃能力を持つことを制限されているよね。最大の仮想敵国がいる中で、この制限は結構きついよな。いざという時、必ず後手に回ってしまうのは正直死活問題だよね。もちろん、過去の出来事を加味していることもわかるが、時代は変わるものだし、侵攻を行うわけでもない。むしろ国民を守るための攻撃能力の取得は必要不可欠だと思うぜ。防衛能力でも当てはまるけど、攻撃能力があれば抑止力としても機能するからね。そうだね。さて今回は、そんな敵基地攻撃能力取得に向けたトマホークの国産化について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年9月の自民党総裁選挙に立候補した高市衆院議員は、総裁選の中で自衛隊による敵基地攻撃能力の必要性を強く訴えたよ。こういう声を上げる人がいるのはいいことだよね。現在の日本においては、中国及び北朝鮮からの脅威が年々高まってきており、日本も南西諸島の島嶼部防衛に力を入れ、そのために地上から敵艦などを攻撃可能な地対艦ミサイルの配備を進めている状態なんだ。中国は南シナ海ではスプラトリー諸島やパラセル諸島、
バシー海峡等の海域を九段線と呼び、周辺国の同意なしに一方的に中国の領域であると主張しており、島嶼部に大規模な基地の建設を行っているよ。その行動は自国優先の武力を背景とした、あまりにも露骨で傍若無人なものであり、ロシアや北朝鮮を除いた西太平洋諸国がその海洋進出を阻止するために強調して動こうとしているぜ。日本海域でも東シナ海にある尖閣諸島の領有権問題で、尖閣諸島との接続水域や領海に中国公船が侵入する事案が多発しており、中国公船と海上保安庁の巡視船艇が激しい攻め合いを行っているよ。海上保安庁は、尖閣諸島警備のために専従の部隊を新設し、巡視船の進増速度も早めているんだけど、中国はそれを上回る速度で海上警備部隊中国海警の拡充に努めており、海上保安庁は数的な劣勢に立たされているみたい。近年、中国は周辺国への軍事的な圧力を強めており、台湾の防空識別圏への侵犯回数の増加、フィリピン領海への侵犯行為など、中国の覇権主義は膨張の一途をたどっているんだ。それに対抗するため、米国や日本を中心とする西側諸国は、中国周辺の航海において航行の自由作戦を展開して軍事的なプレゼンスを強化しており、西太平洋全域の軍事的な緊張感は急速に高まってきているってわけ。その中国だけど、東シナ海においても第一列島線及び第二列島線と称する、台米線を想定した軍事戦略上の防衛ラインを公表しているよ。その中で第一列島線においては、九州の南海上から台湾へと連なる南西諸島までの領域が含まれており、この防衛ラインが公表された際には各国で物議を醸したみたい。この中国の対米防衛構想では、日本領である南西諸島の中国側海域へは、日米の戦力を侵入させない方針で中国軍は活動するということであり、日本の領海及び領土を中国は勝手に防衛線と位置づけているってこと。これは中国にとって、米中で紛争または戦争が発生した場合は、中国の認識では、日本の南西諸島を一方的に占拠占領し、対米防衛ラインを構築することが規定路線であることが示されていることになるよね。本当に勝手だよね。ズーズーシーにも程があるよ。この他国の領土を我が物顔で利用しようとする姿勢は、まさに19世紀末から20世紀初頭における帝国主義国家の所領を彷彿とさせるものであり、現代21世紀でもそれを行おうとする国家が日本の隣国にあるということは、冷戦時代のソ連という存在のように日本にとって極めて大きな脅威であると言えるよな。2021年10月18日には、中国及びロシア領海軍の艦艇約10隻が日本海側から津軽海峡を通過して太平洋を航行。その後、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過し、大隅海峡を抜けて東シナ海へと航行しているよ。日本は中ロ両国海軍艦艇が航行した海峡は国際海峡として認定しており、公海とされる海域を設定し、平時は民間船や外国艦艇の自由航行を認めているため、今回の領海軍の行動は合法であり領海侵犯行為もなかったとしているよ。しかしながら、中ロの約10隻からなる合同艦隊を日本近海で活動させるということは、日本に対する明確な示威行為に該当するよね。これは日本が推し進める対中包囲網である、クアッド日米豪印の4カ国が協調して対中国に対するプレゼンスを発揮する協調体制や、オーカス米英豪3カ国の対中国を念頭にした反軍事同盟と呼ばれる、対中国包囲網の枠組み構築に対する威嚇警告であり、中国はロシアと共同してそのような枠組みは打破するという意思表示でもあるんだ。日本はこのような行為を断じて容認してはならない立場なんだけど、日本国内では衆議院議員選挙を控えた時期であり、政治的に難しい決断を迫るこの問題がクローズアップされることがなかったのは、日本の平和ボケと言われても仕方ないよ。しかも、政権与党である自由民主党は公約の中で敵基地攻撃能力の保有を掲げていたにもかかわらず、選挙では大きく取り上げることはなかったんだよな。これは国防が票につながらないということが起因しているのだろうが、そうなのであれば、国民はもっと自国防衛に関心を向けるべきなのかもしれないぜ。国会がこのような状況の中、防衛省は着々と敵基地攻撃能力の獲得に動いており、陸上自衛隊で運用している人に意識地対艦誘導弾の射程延伸化に向けた研究開発を進めているよ。現行の人に意識地対艦誘導弾の射程は百数十キロメートルクラスのものであり、専用の運搬車両により任意の地点まで移動して、陸地の敵艦から露見されにくい地点から敵艦に対して地対艦ミサイルによる攻撃を行うことを任務とする装備だけど、
このミサイルは山や川などの地形に沿った飛行が可能地形追随機能であり、GPS による精密誘導も可能であるため、能力向上を図れば対艦攻撃だけではなく、トマホークのような対地攻撃兵器への転用も可能なんだ。現在、2022年度までに射程を 900km 程度まで延伸した改良型の開発を三菱重工が行っており、このミサイルを南西諸島に配備すれば、東シナ海を我が物顔で航行している中国海軍艦艇に大きな軍事的圧力を与えることができるようになり、有事の際に南西諸島を占領しようとする中国軍上陸部隊を迎撃するための、非常に有効な装備となることは疑いようがないんだよね。この人に意識地対艦誘導弾は、最終的には射程 1500km 程度までの延伸を目標としており、仮に射程が 1500km となれば、福岡からであれば、北京まで射程範囲内に収めることすら可能となり、南西諸島に侵攻してくる中国軍艦艇に対してであれば、中国軍の射程外から一方的に攻撃を加えることが可能なスタンドオフ能力を獲得することとなり、中国軍に対して大きな抑止力を持つことができるようになるぜ。現在、防衛省は2020年に人に意識地対艦誘導弾を運用する地対艦ミサイル連隊を増強することとしており、南西諸島への配備を進めているよ。2019年3月には奄美大島に第301地対艦ミサイル中隊を新編し配備、2020年3月には宮古島に第302地対艦ミサイル中隊を新編し配備したんだ。今後、2022年には石垣島にて部隊を新編し、奄美大島と宮古島に配備している301中隊及び302中隊を霊下に置くことで、南西諸島防衛のようにする予定みたい。先に配備された奄美大島の住民からは、部隊の配備に対する不安の声は大きくないようだな。301中隊が駐屯する瀬戸内分屯地が所在する地域の建設業協会の声として、奄美大島が安全保障の最前線となっているとの実感は湧いていないとの声が伝わってきており、地域が中国や自衛隊に対して警戒感を抱いている様子はあまり伺えない状況のようだぜ。逆に部隊配備による経済効果は大きく、301中隊が配備された瀬戸内分屯地の整備費用には630億円の予算が計上されており、奄美市や瀬戸内町の事業者の米58社に対して約147億円の発注がされているよ。これは大きな産業の乏しい奄美大島に大きな経済効果をもたらしており、部隊配備を歓迎する向きもあるんだって。しかしながら、ミサイル部隊の配備によって、敵からの攻撃目標にされかねないとの不安を口にする住民もおり、空爆や艦砲射撃がなされるのではないかと警戒心を抱いているんだ。確かに、いくら経済効果が望めても、住民からすると不安は拭いきれないよね。そうだね。この不安感については、米軍や自衛隊が新たに駐屯する地域では珍しい反応ではなく、防衛省自衛隊は、地域住民と丁寧に対話の機会を増やしていく必要はあると思うよ。このように地域住民の意見は賛否両論ではあるんだけど、南西諸島に自衛隊が配備されなければ、南西諸島の島々は安全なのかといえば、そうではないんだ。中国は対米戦争が勃発した場合、日本の南西諸島を選挙占領することは既定路線であり、すでに第一列島線、第二列島線構想で公に公表までしているよね。そのため、中国軍が占領した島々で自分の基地を造成可能な場所があれば、そこにいる住民を強制的に立ち退かせて基地を造成する可能性も否めないってわけ。そうなれば、南西諸島に住む住民の生命と財産はいずれにしろ守られないことになるよな。そうならないために自衛隊が配備されることになるんだから、地域住民の方には自衛隊が配備されることでの不安より、自衛隊が配備されることでの安心感を持ってほしいものだし、政府は地域住民に丁寧に説明をしていく必要があると思うぜ。現在、南西諸島は中国の脅威にさらされており、中国が南西諸島の選挙占領を目論んでいることを政府やマスコミは国民にもっとわかりやすく説明する必要があるよね。平和はただ寝ているだけでは得られず、日々の国防への努力で得られており、自力で己を守れない国家に平和は訪れないのだということを、国民は強く認識する必要があるのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。